では続いては学校対抗〇〇選手権です。バスケットボール編は24校目、今回は県立宮崎中央支援学校の挑戦です。果たして新記録は出たのでしょうか。学校対抗〇〇選手権バスケットボール編、現在トップは4チームが4回で並んでいます。今回挑戦してくれるのはこちらの皆さんです。せーの、宮崎中央支援学校バスケットボール部です。イエーイ。宮崎中央支援学校は知的障害のある児童生徒などを対象とした特別支援学校で、現在269人が通っています。このうちバスケ部には15人が所属。チャレンジすることをモットーに日々練習に励んでいます。今回挑戦してくれる古川空人選手です。よろしくお願いします。よろしくお願いします。古川選手はどのくらいバスケットボールをやってるんですか？中学部からコート部3年生までやってて6年目やります。今日は何回決めたいですか？10本決めます。お、頑張ってもらいましょう。先生から実は応募をいただいたんですが、はい、どうして応募してくださったんですか？はい、障害があっても、バスケットを頑張ってる選手がたくさんいるってことを、宮崎県の皆さんに、知ってほしいなと思って応募させていただきました。どのくらい決めてほしいですか？2ですか？え、できれば2。できれば頑張れそれでは古川選手の挑戦です。1本目、集中して打って、あー、惜しい。わずかに外れました。惜しくも1本目失敗しちゃいましたけど、どうでした？ちょっとみんなのプレッシャーで緊張しすぎました。もう一回チャレンジください。もう一回やりたい、はい、このままでは終われない古川選手はフリースローを決めるまで諦めることなく挑戦し続けます。頑張れ。そしてコースはバッチリです。次こそ決めましょう。お願いします。挑戦してみてどうでした？今1本決めたけど、もっと練習してもう一回勝ちたいと思います。ぜひ卒業後も続けて、2027年の、宮崎である全国ショースポに出場してほしいなと思っております。はい、古川選手本当に頑張りました。皆さんもう一回大きな拍手を送ってあげてください。ということで宮崎中央支援学校バスケットボール部の記録は0回でした。チャレンジ精神を大切にこれからも頑張ってください。宮崎前。